待データ構築開始。エリアシステムスタンバイ。接続完了。スタンバイ。検討を期待します。ここで残念なお知らせです。今回録画ソフトを起動し忘れるという動画主にあるまじき失態を犯したことにより、今回はリプレイ画面で成し遂げていく F 回オンラインとなっております。とはいえこのままだとさすがに味気ないので少しだけそれっぽくしましょう。はい、ちょっとだけプレイ画面っぽくなったのであとは視聴者の皆様の脳内補完でよろしくお願いします。この一刀流は格闘移動も普通に早いので完全に二刀流はお役御免といった感じ。格闘移動しつつ辻斬りしていきましょう。エグザムシステムの超ブースト回復から生み出される怒涛の無双ランズ。空中も安全圏ではない。この辺一掃しましたね。そろそろ拠点に向かいましょう。さすがにファッツくんとキャッキャウフしすぎた。支援機に目がくらんだー。今回のデッキは1回。そしてこのシャア専用ザクオリジンとなっております。完全防衛モードならテイコスいらないんですが今回は突で勝負決めるみたいなのでテイコス必死といった感じ。4秒で決める。加速システムスタンバイ。このスピード捉えられるか。いける。結構アーマーあったのに一瞬でハイですわ。突からの突からの突。驚異の三段突。今回持ってきている F 回はコンカス5。コンカス2。コンカス2となっております。マジな話金図である必要があんまりないので銀図でコンカス狙った方がいいと思う。MS 戦だけじゃない一回は突もできるんだってことを、生まれ変わったんだってことをこの世に知らしめるんだ。相手のアウト、なぜなら万全のブーストで臨みたいから、演習で手に入れた費用に、エグザム空中最難点。カメラガン上げとエグザム格闘の極限な硬直のなさが可能にするエグザム最終王に、おばひしてしまいましたけどね。もう一度だ、高度が足りない。ちょっと焦りすぎた。このエグザム格闘一発威力が約3万あるので、今の4発だけでも拠点ダメージ1万、2000ですね、やばくね。どうも1回のエグザム格闘はブルーディスティニーとミラーみたいなので多分ブルーも3段剣できるはず。タンクからやる。タンクといえども2連撃までに反応できまいて、モビルスーツの方は恐れをなして逃げましたね。警戒されてる方に切り込むのは愚の骨頂。横に横に攻めていきましょう。このイフリート海なんですがロケ種の金図を外したら急に調子が良くなりまして、やっぱ使っててわからなくても全然違うんだろうなーって感じ。防衛が薄い。これワンチャンいけるのでは、この BGM は、これはガシャ二次枠のような確定演出近づきすぎたんだよ貴様は、始末してる時間がもったいない。それよりも一刀叩き込む。こんな時のためのグレネード。刺さる刺さる。気持ちいい。この一回はコンカス5なんですがこの度アドバンスと一刀流手に入れまして、もはやコンカス6と言っても過言ではない強気な一回となっており、遅い、エグザム無双ランズ。これが、エグザムの真の力、スカーレット対、全滅、まるで320コストジオって感じだー。アーマーないけど回復めんどくさいね。行きましょう。はいー、まだまだー。大量じゃー。残念、アーマーさえあれば無双ランズできましたねー。グレネードの扱いにも若干慣れてきましたねー。あ、そうれ、ぽぽいぽい。はい、ナイスインです。320コストとはいえエグザム特攻繰り返してたらさすがにクールタイム回らないんでこの武装ありありのありですねー。2連グレネードと手投げグレネードの射距離の違いも体得できてきたぞー。あ、それそれそれ。グレネード撃ってるけど弾数が減ってないのは脳内補完が足りてないだけなので正常です。さて、クールタイムも明けそうなのでそろそろエグザムしましょうか。60秒っていうのがやっぱいいですね。45秒のタイプって突ハンブラビが MS 戦してる。通らないからね。仕方ないね。でタースタンで格闘をなかったことにされるキングクリムゾン的なあれ。いやー絵に描いたような2対1。シャーザクくんの、ちょっといいとこ見てみたい。加速システムの牙がさっき敵拠点に届かなかったので次こそは、これがシャーザクの、ファイナルミッション、GM 粒子最大解放、アーマーは、まだいけるな、加速システムスタンバイゲーム。即エグザム、若干で遅れてる、
通常のゾックの3倍のスピードの出る1回なら全然間に合いますけどね。いい感じに北に連れてますね。これは刺さる刺さる。橋の城壁越えコースがお気に入りですが、今回はまっすぐ行きましょう。圧倒的突だー。止まらない。新速三段剣いけるか。三段剣いられてくれるか。おばひー。やっぱ滑り込みから三段は普通。おお、戦略兵器も決まりましたねー。ナイスタッチダウン。さてさて、敵も強いチームだったのですが、ジオンの突がヤバすぎましたね。弾幕がヤバすぎるので壁マチンパンしていきましょう。壁マチンパンというのは壁で待ってチンパンすることですね。壁マチンパン。離脱も速攻、さもなく化け沈み。追っ手が来ましたね。や、ああ死んだわこれ。ジャッジマチンパン。格闘って侮られてる時結構あるよね。食らったら一撃だからなー。バイカスとかと同じぐらい警戒すべき機体だと思うんだが、エグザムももう持たない。行くぜ。もう一機、もう一機、持つか？このアーマー、突っ込めー。めっちゃいる、美味しそう。ダメかー。終了。43キルの拠点ダメ2万8000、だったかな。こちら召喚戦場なので、やっぱブルーと同じで刺さった時の爆発力やばいですね。ステージを選びすぎるのが難点。正直ここも結構辛い。第2はオンドレアス戦犯疑惑。ということでリプレイの戦闘を長々と見せるのも忍びないので、まがまがしいタイトルの2戦目いきたいと思います。前回サザビーがいたポジションにサザビーがちょっとこの戦いについてこれそうになかったので、キュベレイを増量してみました。機体データ構築開始。接続完了。スタンバイ。検討を期待します。はい、いつもならここで開幕ハデス突するような感じなのですが、今回初動全員突なので、ハデス突なんかしたら防衛は課せるだけなので、足並み揃えていきましょう。いやーやっぱ戦闘画面リプレイより断然見やすいですね。ガンオンの UI って優秀なんやなー。前回通りスリッターでの MS 戦を見せできなかったので、今回はしっかりやっていきたいところ。キュベレイが危ない。うなれマシンキャノン。一撃だったんだけど、もしかしてジーブルトのコンボ食らった。3取りの予定でしたが無理そうなんで4取り。お、マジ、そのスナイパー距離近くない？恨み晴らされちゃうんじゃない？ヘイトの高さを分かってないようですね。OK、もう一体も沈めたいところ。この3次元空間、乱戦中ならいざ知らず怠慢なら抜かれる気がしないぜ。ハンティングハンティング、キュベレイの安心感がすごい。テイコスなら詰めてもワンチャン負けますからねー。次は3取り。任せとけ任せとけ。足回り活かしてアグレッシブに戦場駆け回れるのもいいですねー。やっぱこの戦場は銃撃はきついかなってイメージ、個人差があります。必中、ビームキャノン、空中停車コンボカーラーの、垂直落下式ファンネル。美しい。今の一連の流れ美しい。この後来た突なんですけど、3を取って3に釣る流れっぽい。いやーおばひしちまったな。この機体でおばすとか甘え以外の何でもないんで気をつけないとな。来た突の時間だ。回り込む時間ないので直で行きましょう。以前は紫の大衆がキュベレイから出ててめちゃくちゃヘイト買ってたんですが、それがなくなった今この足回り。刺さる技だ。まあめっちゃ白いからあんま変わらないんじゃね。とも思うけど細けいことはいいんだよ。はい、刺さりモンスター。ららららららら。あんまりやな。50ポイントぐらいか。あ、あれなんかこの感じだとポイント的に私が先走った感出てませんかね。違いますよ。このオンドレアスボール投げられた中犬のようにハッ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 って戦場走ってましたよ。ま、過ぎたことはしょうがない。チャット見落としとかあるしね。なんかおったー。体性能の差でゴリ押します。おわわわ、分身の術はずるいぞ。タイロキュベレイ、お前なダメでしたー。この温かな光はナイスー。甲骨と起こしてもらえるとマジ助かるー。9分カット。戦力ゲージ差そのままに残り時間2分。これは敗色濃厚。この来た突が最後のチャンス。数は十分って感じですね。ヒーフミー、いっぱい、突に集合したら5人ぐらいの時、あると思います。
宇宙突も基本は SFS と同じやと思いますねー。やべえなと思ったところから一気に高度上げるか下げるかすれば、その上下してる間被弾率クソ下がるので、私は最高高度か最低高度、だいたいどっちかですね。これが俺たちのファイナルミッション。このままでは地球にアクシズが落ちない。そんなことさせるかー。さっきとは違う味方がいる。おしきれい。この腕から出ている光は未来への輝き。リロードが長い。先に2連装。おーらら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 ら。今更ですが拙者ビムスキュベレー、火力も十分。オーケー、逆転やー。はい、なかなかギリギリな戦いでしたね。大理式なかったら 5万%負けてたんではないでしょうか。突人数といいナイスチーム。それでは今回はこの辺でー。